俺はエイジ、見ての通りの陰キャブサイクだ。俺が影だとしたら、あいつは光。イケメンで優等生の光だ。サッカー部のエースで、先生にも女子にも大人気。俺とは住む世界が違う。エイジ君、今日も一緒に帰ろうよ。部活が終わるまで待っていてくれないかな。ヒカル君ってあの陰キャと仲いいよね。ブサイクのくせに生意気。やっと部活終わったよ。ちゃんと待っててくれたんだ。ありがとうな。はあ、すっきりするわ。やっぱ一日に一回これがないとな。助かるわ、エイジ君。俺の掃除当番も代わりにやっといてくれた。そう、俺は優等生のヒカルにいじめられている。こいつの本性は最低最悪のゲス野郎なのだ。やっといた。やっておきました、ご主人様だろう。お前がクソみたいなキモオタだってことみんなにバラすぞ。ごめんなさい。ああ、マツコちゃん、俺俺ヒカルだよ。今夜暇？デートしようよ。俺君のことは本気だからさ、絶対一生大事にする。じゃあお店予約しとくから。一生大事にする女がこいつは一体何人いるのか。毎日のように相手が変わり、女をとっかえ引っかえして泣かせている。しかも相手を脅して黙らせているから悪い噂も広がらない。翌日、はるかちゃん、今日も可愛いね。君の笑顔を見るだけで朝から元気が出てくるよ。何言ってんの。本気だって。俺は君に会うために学校に来てるから。もう冗談ばっか。またね。あれはクラスメートのはるか。今度ははるかを狙ってるの。はあ、ブサイクには関係ないだろう。そうだけど、はるかはやめといた方が。うるせえよ。もしはるかに変なことチクって邪魔したら殺すから。ま、どうせお前みたいな陰キャブサイクの言うことは女は信じないけどな。あいつらも単純だし。普段なら邪魔なんてしない。ヒカルの言う通り、ブサイクがイケメンの悪口を言っても女子は信じてくれない。でもはるかは泣かせないでほしいんだ。あの子はギャルだけど、俺みたいなブサイクにも優しくしてくれる、すごくいい子だから。一人で掃除してるの？私も手伝うよ。シューズびちょびちょじゃん。スリッパ借りてきてあげる。信じてもらえないだろうけど、自分からあの子に話しかけるなんて怖くて仕方ないけど、あの子だけは助けたい。改まって二人で話って何？今ヒカルがハルカを狙ってるけど、あいつとは付き合わないでほしいんだ。え、なんで？あいつめちゃくちゃ女癖が悪くて、遊ばれた女子がみんな泣いてるんだ。脅されて口止めもされて、身も心もボロボロになってる。だから君に警告しに来た。君にだけは悲しい思いをしてほしくないから。どうせ信じてもらえない。そうなんだ。ありがとね、わざわざ教えてくれて。え、信じてくれるの？そりゃ信じるよ。私知ってるもん、あんたがいいやつだって。よかった。なんか裏がありそうなタイプだと思ってたけど、そんなクズだったか。もちろん付き合わないけど、このままってのもな。ね、ヒカルのことを逆にはめてやろうよ。はめる？だって許せないじゃん。このままずっと女の子がひどい目に遭うのはさ。尾行してあいつらが生玉かけてる証拠写真を撮って、本性をみんなに教えてやろうよ。でも尾行を気づかれたら。大丈夫大丈夫、私探偵映画とか結構好きだし。そうと決まったら日曜のお昼、駅前で待ち合わせね。日曜日。やっほー、せっかくだからおしゃれしてきちゃった。かわいい。かわいい。よし、それじゃ行きますか。親からカメラも借りてきたよ。すごい本格的なカメラだね。俺たちはヒカルの尾行を始めた。ヒカルはよっぽど女好きなのか、一日に何人もの女性とデートをしている様子だった。伏せて。そんなくっつかれたら。そしてはるかは尾行中だというのに、あちこちのお店に目移りしている。取って。尾行しないの？何のかんのと遊びながらも尾行を続け、材料は揃った。よし、あとはこの写真を学校にばらまくだけだよ。ああ。誰だ、こんな写真をばらまいたのは。光
カルくんってクズだったんだ。っていうかゴミ、生きてる意味ないよね。うちの友達も泣かされたって最低。さっさと言えば。くそ、違う、違うんだ。学校中から女の敵認定されたヒカルは家に引きこもるようになった。女怖い、女怖い。あのさ、どうして私にだけは悲しい思いをさせたくなかったの？それは…ねえ、私のこと実は好きでしょ。うん、実はね、私も…なんだ…え？伝わんなかったかな。私、あんたにアプローチしてたつもりだったんだけど、掃除手伝ったり、授業の教材運ぶの手伝ったり。はるか、誰にでも優しいから。そんなことないよ、私そんないい人じゃない。あんたにだけだよ。放課後の掃除とか他の男子はサボってばかりだけど、人がいないところでも真面目に頑張ってるエイジ、すごくかっこいいって思ってさ。ヒカルに押し付けられた掃除当番だったんだけど、休みの日も学校に来て丁寧に花壇の世話とかしてたし。大きくなれよ。それもヒカルに押し付けられたやつだ。で、どうする？両思いってことでいいんだよね？夢みたいだけど夢じゃない。だったら俺は言わなきゃいけないことがある。俺と付き合ってください。はい。まさか陰キャでブサイクな俺が最高に可愛いギャルと恋人になるとは思わなかった。あの時勇気を出してよかった。そのおかげで君とこんなにも幸せになれたんだから。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。